本日の晩食、見てくれます？この霜降りのロースステーキ。めちゃくちゃうまそうでしょ。で、こちらに鶏カーポン酢がありまして、厚揚げにえのき。で、新しい焼肉のタレで、本日ステーキ晩食でーす。はい、毎度でございます。本日も楽しい楽しい晩食。今日はステーキ。言うてね、ステーキー言うてね、なんのこっちゃ言うて、ヒーヒーにまで凍らせた。言うてね、ええ感じで冷えてると思うで。ということで本日まず一杯の上に飛ぶよ。ということで本日の皆さんお疲れさんでございました。乾杯です。くー、暑い日のこの一杯たまりませんな。言うで今日は前にやったとしたらもうだいぶ前と思うねん。ステーキ晩酌見てくれます。今日はね、全部商品これライフさん、ライフのロースステーキ、めっちゃうまっすやろこれ。霜降ってねこれ、ほらほらたまりませんで、ね、言うで、ね、でそこにね一応この厚揚げ、なんかめちゃくちゃ美味しそうな厚揚げで安かったよ。それとえのき、簡単にね野菜焼いた方がいいんか。それと、鶏皮ポン酢ということでね、なんでそこで鶏が入っとんねん言われたらそれまでだけどね、まあちょっと簡単にね鶏皮で晩酌簡単にねおつまみしながら焼いていこうかなと思って、まずは鶏皮からいただきまーす。ね、鶏皮ポン酢、これみんな好きじゃない？いただきます。うん、うまい。最近ね、ライフさん結構肉とかこういう鶏皮ポン酢とかこういうやつをね、小鉢っていうの、じゃあちっちゃいやつで売ってんねん。うん、だからまあね、お一人様用でちょうどええと思うんでね。いうね、今日はね、ほんま、このステーキ晩酌、もうほんまにステーキ。これ、まずどうしようかなと思って、切っていこうかなと思うんだけども、やっぱりな、ステーキ屋さんみたいにジューって焼きながらこう切りたいな思って、ちょっとね、ほんまはこういうの、ホットプレートの上でやっていかんのかもわからんねんけれども、今日はホットプレートの上で軽く切ります。で、そんなに力入れんでもええように、包丁、トギトギしました。うち研ぎ師工団で研ぎ師工団でギュ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 ってやったらめっちゃ切れるようになって、それで軽くいったら切れるんちゃうかなと思って、ゆうでステーキ焼いていこう。でね、今日はまあこれはさ、後でさっきメインはステーキやからね。で、今日のねタレ、普通ステーキは塩コショウやねんけど、あえて今日は塩コショウ使わんとタレでいく。で、あとこのタレもライフさんの、要万代さんで言うてるやんか、タレコーナーでは売ってないんやでとかいう、そういうタレがあったんや。ライフさんの精肉コーナーの前にね、なんかこうおすすめなんかな、なんかこう合うんかなっていうので並んでるやつ、これもマダさんと一緒で、マダさんと比べるの言われたらそれまでだけど、焼肉のタレのコーナーでは売ってなかったよ。で、この精肉の前に置いてて、多分ね、これと、多分ね、ってかもう同じやわ。これとこれがメーカーさん一緒の焼肉だれいうことで、これ。焼肉のタレいうことで、こっち側が醤油味。で、こっち側が味噌味いうことで。これね、一本、見てもらったら小さいでしょ？小さいんやけど、一本ね、400円か、450円くらいしたわ、これ。結構高いと思う。ということで、今日はこのタレ使います。ということで、こっち側が醤油。醤油ね、まずいくよ。チャラーっと。おー、焼肉のタレっぽいね。ではちょっと、まず第一印象、味見からちょっと失礼します。手でいっときます。チャラっていて、焼肉のタレというか、焼肉のタレみたいなとろみはあるんやけども、やっぱりね、醤油味言うだけあって醤油の風味がごっついわ。うん、次こっち行こうか。味噌だれはどんなん？言うて、お、これはちょっとあれやな、トロトロのほんまに味噌やね。こっちもちょっと失礼します。言うてチャラっていって、うん、こっちが味噌、あ、ちょっとさやな、焼肉に合うちょっと濃いめの味噌いう感じやな。これをステーキで焼いていきます。いやつけて食べます。言うてね、早速なステーキ焼いていこう。ではいくよ。今日はもう何時の、この普通のサラダ油でいきまーす。しゃー、いいよ。ではでは行きましょうか。これ、この霜降り、ちょっともう一回皆さん見てもらおうか。この霜降り見てくれます？ほれ、めちゃくちゃええ感じでしょこれ。高かったんですよこれ。ねえ、ええ感じ。では行きまーす。
では行きます。いってらっしゃい。あーうまそう。ええー、音すんなー。でこの間にね鶏皮ポン酢でこの楽しみながら食べていく、うん、うん、うまー。この鶏皮ポン酢ええ感じの、少なくもなく多くもなく、でこの油ののりっていうかな、たまらんな。見る、あーめめうん、ええ感じ。あんまね焼きすぎたらあかんからな、もうちょっとしたら買えとか。いただきます。うん、うまい。これ気になるわ。これでいい。あーうまい、うん、いうことでしゃ。だからええ感じでぼちぼちここで返す、返すで、いくでー、しゃげーしゃ。ほらええ感じやん、これで。ちょっと焼けた頃に切っていく、切っていく、うん、多分切れると思うね、一生懸命鶏だもんもうええ感じかな。もうちょっと切っていく、もう切りますか。行きましょうか。まあ行きましょう、行きましょう。こっちからね、行こう。うわ切れる切れる、めっちゃ切れるのこれ。うわここちょっと油ついてるからな、いい感じやな。さあうわ切れる切れる、めっちゃ切れる。じゃあ、ええ感じ返しますか。ええー、色ついとんな、これ。ああ、いい感じですね。早速、ほら、ちょっとこっち、これいただいていいよ、これ。うわ、うわちょっとこれ醤油味でいただきます。サラッとつけてね。ではステーキいただきます。うん、めっちゃうまい。うん、でちょっとこっち脂身やんけどね、これとか。あんまり焼いてあかんからね、ちょっともう揚げよう、揚げ揚げよう。ちょっと待って、揚げ揚げよう。ステーキ、ステーキ、ステーキ、あげるあげる、ステーキ、ステーキ、もうええ感じ、もうええ感じ、もうええ感じ。あんまりやじゃんからね、この端っこだけちょっと焼く。あーよっしゃ、ええ感じな。いやできました、ムラステーキ、ええ感じ醤油もうまかったね。で、ちょっとこちら味噌、味噌もいってみよう。味噌もいただきます、うん、あどっちもうまい、うん、うまっ。オリーブ油うまっ、これうまいな、うん、やっぱステーキええわ。で、これね、ステーキ焼いたところでちょっとえのきとかもね、ちょっと焼いてみよう。えのき、えのきとかね、えのきとか、こっち、こっち寄せる方がいいかな。こっち寄せて、ちょっとこっち寄せて、んで、言うてるね、厚揚げもちょっと焼いてみよう。厚揚げちゃん、よっしゃ、ドバッといこう。厚揚げ焼いたうまいからね、うん、ちょっと手なぎをね、こんな感じで乗せる。よっしゃー、で、ちょっと待って、まずはもう、この鶏皮ポン酢、先にいとこう、鶏皮ポン酢。うまめ、ビール。あー、ないわ、ビール取ってくる。ではでは、2本目のビール、スタイルフリーでございますということでね、ちょらっと、やっぱりビールがなかったら始まらへんからね、ちょらっといって、しゃ、という感じ。ステーキか、ほんまステーキうまいな。
で、こっちがね、醤油。醤油風味。霜降ってるからさ、あのタレをはじきよねな。うん。おぉ。きつこくない。あの、さっぱりはしてんねんけど、さっぱりの中にちょっととろみがあるからさ、あの焼肉のタレ用には持ってこいよ。あの醤油やったらさっぱりするやん。さっぱりしすぎてないねん。そこに焼肉の風味のちょっとこのあのしつこさっていうのがちょっと入ってるから、ちょっとしつこい感じの醤油だね。うまいな。うん。で、こっちがあの味噌、もう一回いこう。じっくりこうつけて、うわー、これもあれやわ、霜降ってるから弾きよねな、味噌をいただく。うん、僕は味噌味の方が好きかもわからんわ。うん、そこまで味噌味噌してないんやけど、うん、だから味噌をちょっとどうやかな、お上品にしたような感じやな。うん、この豆腐今なんか触った感じめっちゃ柔らかいね。うまい、うまそう、うまいちゃう、うまそう。うん、ええ感じやな。ね、一枚一枚さ、肉焼くのもええか知らんけど、ステーキみたいに焼いて、で、こう切り持って、ほんまはね、ホットプレートの上であんまやったらええことはないんやけど、でも、研いだおかげでよう切れるわ。ただ、油のところだけちょっと切りにくかったけど、うん、ええ感じやな。で、えのき。えのきとかを焼肉のタレで食べたらさ、焼肉のタレのうまさっていうのがわかるよね。ちょっと。醤油味でいってみる。ちょっとやっぱり焼肉用に作ってるから、えのきを食べるにはちょっとしつこいな。うん、ちょっと濃すぎるわ。ってことはこっちも味噌。な、一応は肉用に作ってるから、やばい、何、えのきとかやったらちょっとしつこいような感じするな。一番の楽しみはこの厚揚げやね。厚揚げ食いだらけ、ほいでみる。あー、厚揚げだ、厚揚げ、この厚揚げ、ええ感じやね。持った感じプルンプルンやね、これ。ちょっと待って、皆さん見てたのか、これ、ほら、プルンプルン、プルンプルンなってる、プルンプルン、プルンプルンの厚揚げ、ええ感じ。うん、どんなんや。うん、この厚揚げもちょっと切ろうか、切った方がええな。4等分ぐらいする。せっかくやから今日研いだ包丁やからね、研いだ包丁、これでいこう。さーっと、これめっちゃ切れると、これほらほら6等分ぐらいでしょうか。6等分、よっしゃ、さっとこう切れる。よし、切れた。切れてんのか、下まで切れてるか分からへんけど、あの、切れてないわ、アックス、切れてるわまあええか、切れてなかったな、あの、端で取ろよし、もうええ、ちょっと、もうちょっとかな。この厚揚げも、やっぱりあれか、こう、返す方がええんかな、焼くの。こう、こうちょっと返しとく方がええ、こうちょっと切れてる、こう返す、プルンプルンに焼けてるからね、返しときます。厚揚げさ、前にあの鉄板焼きやって焼いたやんか、あれで癖なってんのよ。めっちゃ厚揚げうまいとか思って、おっ、口出るし。それでまんべんなく焼かんとね、厚揚げ、厚揚げ、しゃ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 、ステーキ、ステーキ、私味噌好きかな。うん、あ、でもこれ濃い味付けた厚揚げとかにぴったりかわからん。うん、またいつもの焼肉となんか違うな。どうだよ、あの焼きながらやるんじゃないしに、ちょっとステーキとしては薄みやねんけども、このステーキ肉の塊を焼いてるから
気分的にさ、ちょっと高揚するね。高揚が高まるね。何が高揚するねえじゃん。お言葉の意味分かったのか言われた。そのごめんなさい。トイレビュー。ああ、うまいな。この厚揚げ楽しみやな。どうなんやろやろ。うわあ、この白いところまめなくやつ。あれ、いつでしたっけ、だいぶ前に。ね、厚揚げ焼いて食ったら、うまいなこれって言ったら、あれあれ。あれからちょっと癖なってるんだわ。ちょっとね、厚揚げさすぎだろうか。この真ん中切っちゃってもいいだろ。厚揚げ。厚揚げを醤油だれでいく。あ、厚揚げは味噌の方がええかわからんな。いただきます。うん、この厚揚げ、めちゃくちゃ弾力あってうまいぞこれ。この厚揚げ、3億人が食べたいことでね、焼いて美味しい厚揚げ、これめちゃくちゃうまいで。ほんま3億人が食べたかどうか知らんけど、あの、なんかそんな買いたいパッケージに。でもうまいなこれ、うん、あの、やっぱそうやな、 大ぶりで焼いてかじるのもええか知らんけど、まあこうやって焼く分にはこうやって何の小ぶりにやった方がええかもわかんないけどな。次味噌いこう。味噌の厚揚げ、うん、あー、厚揚げやっぱりこれええネタなるわ。うん、この厚揚げあれちゃうかな、あの硬すぎず柔らかすぎずプルンプルン加減が続いてるから、おでんとかにも合うんちゃうかなこれ。ちょっとえのきもいっとこう。この辺空いてるとこ寂しいから入れとこう。空いてるとこ寂しいからね、うん、えのきちゃん空いてるとこ寂しいからね。ちょっと添い寝したって。そうか、うまいな。あ、でもやっぱ僕はあれやな、今日のこのタレやったらこの味噌が好きやな。味噌風味、そこまで味噌はしない。もう一回いくわ。焼肉だれ、これ味噌だれと、でメーカーは一緒やと思うけど、醤油だれ。これ今日はライフさんの精肉店のコーナーで売っておりました。これこの肉1本が鍋だから税別の400円か450円ぐらいしたと思う。そこそこええ値段すると思います。それでまだ興味があったら買ってみてはいかがでしょうか。これが味噌だれね。味噌だれに、でこっち側が醤油だれ。肉の種類によってっていうか、まあ好みで多分分かれるやろな。うん、この厚揚げな、厚揚げええ晩酌なんね。あ、これでも考えたらさ、何ていうの、味噌あるやんか、名古屋味噌みたいなやつ、なんかかけて味噌とかなんか言うんだけど、売ってて前なんか晩酌やつ、あんなんもええか分かれんな。あー、醤油風味の厚揚げうまい。ええ感じうまいわ。おいしい。あー、うめえ、うん、たまらんな。そうで、もうえのき返す。えのきとかね、もうすぐできるもんな。うまい。ちょっとね、こういう焼き野菜っていうの、たけのこちゃうわ。こういうちょっとなんかキノコ系みたいなのがあったらね、ええっすよね。すぐ焼けるからね。いいよね。お水いこう。ちょっとまだちっちゃい。で、味噌だれでいこう。味噌だれのステーキ。切った肉を焼いて食べるのもいいけど、おっきいやつを焼いて、これ落ち着いてまた食べちゅうのもまた粋なもんやな。粋なもんや。お前絶対言葉遣い分かってんやろ。うん、分かってん。ごめん、もう適当に生きてるからね、うん、すんません。醤油、うん、あ、味付け慣れてくるもんやな。ちょっと最初しつこいかなと思ったけど、そんなことないわ。うん、合うわ、うん、厚揚げいけるね。ほんまに厚揚げ焼いてるだけやで、ね、焼いてるだけやねんけど、いけるね。酒の味にぴったりよ。
お前アニメ。あーうめえ。そういうことでね、もうぼちぼちあれ、あれってないやん、全部出来上がってきたよ、はよ食べよういうことでね。ほんま、今日なんか何気ないマジでしょ、ステーキ1枚横でさ、で、えのきと厚揚げただ焼いてるだけの話だからね。これだから、普通、なんだよ、まあ家でやるんやったら、まあフライパンとかでやるのか知らんけど、さっき切ってやるのもええかもわかんな。今日みたいにさ、やったらどうしてもちょっとこう、ほんまはあかんで、あかんで、まあ、ホットプレートの上で切ったら、あんまええことないですよ。ホットプレート傷むからね。ただね、このホットプレート、ミニグリルプレートこれ結構お安いのよちょっと粗末に使うてもらえな、ごめんなさい。うん、おう、あーめ、うん、ちょっとこう酒飲む分には最高で、ほんま今日はね、ちょっと肉食うて、ちょっと厚揚げ食いたいなっていうのがあったよ。これでもちょこっと晩食してみよう。ちょこっと晩食やってみまーす。ということでね。うん。そうか。ステーキはほんまにあれね、塩コショウでもいいんやけど、こういうタレつけて食べるのも、これまたうまいね。で、ステーキのソースも売ってるやん。僕はあんまりステーキソース使えへんねんけど、なんでか言ったら、どう言ったんかな、ほんまに、ウスターソースみたいな、ちょっと、焼肉じゃない、どっちかだほんまのこう なんじゃろ、洋食寄りのソースになってるやんか。だから僕あんまり好きじゃない、ね、焼肉用のタレが好きやから。うまっ。あ、肉焼いて厚揚げを焼いて、厚揚げはだからほんま今まであんまりね、焼肉で厚揚げなんかやらへんかったけど、前あれ何やったっけ、なんか鉄板焼きかなんか焼いてるかあったやんか、あん時から僕厚揚げ焼くだけでうまっとか思ってで余っとったから厚揚げこうできた、うん、ということでね。いやもうならもうこう、うわーこれも柔らかい、うわええ感じのレアになってるわ、ほらほらほら、分かるかなこのレア加減、うん、こっち側味噌でいって、こっち側醤油でいった、そうか、ステーキな、サーロインステーキあるかな、サーロインじゃないね、ロースステーキや、ね、ロースの霜降り、これまだ2400円ぐらいしたかなこれ結構高いやろいただきます。やっぱり霜降ってるだけね、すぐ噛み切れるわ、うまっ。ステーキか、やっぱりステーキあーやっぱり酒とビール、あ、酒とビール一緒や酒と肉は合うな、うん、これでもさ、僕の個人的な見解ですよ、酒飲まれへん人って言ってるやんか、酒飲まれへん人、まあ、僕の個人的な意見なんで、かわいそうやなと思うわ、もうこの、なんていうの、肉に合うの、このビール、まあワインとかでもいいんやけど、ワインでも日本酒でも酒の好きな人。ねえ、この肉と魚、肉と魚、なさっきから言うてんやと。肉と酒、この相性だけ抜群やな、ほんま。うん。うん、味噌だれ。うん。うまい。うん、そうか、ステーキ、久しぶりのステーキやったけどな、これはええわ、うまいな、ちょっとさっき焼くから冷めてくるけどね、ビール、まあそんな時は先に生肉の時点で切って、で一個一個焼いていくのもええと思うね、分厚いステーキこうでな、ほなそれでそれで何ていうの、こう四角いようなちょっとこう分厚い肉ができるからな、それはそれでまだ焼肉とは違う肉やと思うよ、
焼肉とは違う肉、まあ同じか。ね、久しぶりのロースステーキの、あのロースステーキと厚揚げ焼いただけの晩酌ができるね。これも大満足やな。よかったら皆さん、焼肉にステーキも加えてみてはいかがでしょうか。本日のステーキ晩酌、ごちそうさまでした。大満足でございます。ありがとうございます。